今回は「田舎の無名高校から東大・京大にバンバン合格した話」を紹介します教師も生徒も落ちこぼれそんな田舎の私立高校が全国屈指の進学校になった訳を創設者田野瀬良太郎が語る超体育会系受験ストーリー1986年開校当初は中堅公立高校の滑り止め ごく平凡な田舎の私立高校だった西大山と学園教室から机が放り投げられる教室他校と喧嘩が絶えない日々大学進学なんて考えてもいないやんちゃな生徒たち教師もまた公立校の公務員採用に不合格だったものばかりそんな中日本一の進学校を目指し 田野瀬良太郎と荒削りな教師たちが立ち上がる琵琶湖の場所も知らない生徒がカンカン同律に現役で合格引きこもりの生徒が東大リーチへそこからわずか数年で驚異的な進学率を誇るようになりあっという間にで奈良県トップの進学校になった今や改正などに続く全国屈指のトップ進学校東大・京大・ 国公立医学部へ多数の合格者を出すにし山と学園ではどんな教育が行われどうやって全国有数の進学校になったのか「0時間目」「泊まり込み歩行」「夏季休暇3日」「正月特訓」一部ネットでは受験少年院と言われたほどの体育会系スパルタ受験の実態とはそこには資金ゼロから学園づくりし 教師と生徒に夢を語り続けた創設者田野瀬良太郎の教育への熱い思いが詰められていた理想の学校経営学校再生のすべてが詰まった熱き教育書以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします